寒い。寒い。寒い。いや、動かない。あ、動かないですね。走行が少なくなった。しかも、最初来たよ。はい。よいしょ。寒いからやってますからね。あ、そうだ。そうなんだっけ。いや、すいますよ。ペンギンみたいな。あ、お財布をつけてるね。今寝てるところはマイナス5度になりますから。師匠とかって今夜何時ぐらいなんですか。今はまだ5、6度ぐらい。おやれっぴ。来週それより低いと思いますね。そうだ。釣りに。ああ、長野ね。泊まり。泊まりと。あ、来週来やすいからね。あ、分かりました。あ、なんかほら、そらあるんでしょ。一応ね、再来週で最後にすぐって、26は外したから。で、12月ね、お母さんがさ、12月中旬以降じゃないとちょっと忙しいって言うから、忘年会12月中旬以降にしようかな。あ、お願いします。いいっすよ。ズッキーとかチロスでお母さんが回し上げたりする。お、やりたい。まあ、だから忘年会の時にいいじゃないの。その忘年会第1回っていうか、終わってからね。いいみたいな。よーっぴー、また何あそこ東上線沿い。あ、そうだね。前どこだったっけ。前よーっぴー。よーっぴー。よーっぴー。さあ押さえたよ。ビルの9階の西口の9階。ライフ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 。あれどこだっけ。赤羽じゃなくてどっかでやったじゃん。赤羽じゃなくて前どこでやったの。池袋です。あ、池袋です。一回ちょっと違うところでやる。ナイスセカンドね。今右手取ってたけど。最低最低さ。